学園寺は、島根県出雲市別所町にある、天台宗の寺院。三号は、不老山。中国観音霊場、第25番札所。出雲観音霊場、第3番札所。出雲国神仏霊場、第2番札所。海山は、千春商人。本尊は、千寿観世音菩薩と、薬師如来の二体。伝承では、水古天皇二年、品野の千春商人が、 当地の不老の滝に祈って、水古天皇の岩室が併園したことから、同天皇の直願寺として建立されたという。次号の学園寺は、千春商人が不老の滝のほとりで修行を行っている、際に誤って、滝壺に落とした仏器を、ワニがそのエラに引っ掛けて、捧げたとの言い伝えから生じた。ここで言う、ワニはワニザメを刺すと言われる。なお、出雲市東林木町の万福寺も、 同様に、水古天皇2年、千春の解散を伝えている。以上はあくまでも伝承であり、創建の正確な時期や事情は明らかでない。学園寺の所在する島根県や隣の鳥取県は、修験道、座王信仰の盛んな土地であり、当時も、不老の滝を中心とした、修験業場として発展したものと思われる。不老の滝は、学園寺の入り口から渓流を500メートルほど、 遡った地点にある。水量は少なく、滝壺の奥には、座王堂が立つ。小白川法王の、両人秘書に収録された今ように、出雲の学園や日の御岬と歌われており、平安時代末期頃には、主言行場としても発展し、日本全国に知られるようになったものと思われる。平安時代以降、学園寺は、比叡山延暦寺との関係を深め、 特に比叡山等々の無道寺谷と関係が深かった。伝承では縁人が出雲地方を訪れた際に学園児は天台宗に転じたという。寺に残る教頭には二平元年から三年にかけて書写した北ッ行を学園山今後座オーに安置したとの命があり、この頃には北ッ行進行も行われていたことがわかる。 今後、座王津とは前日の不老の滝の滝つぼを指すと思われる。平安時代末期までの学園寺は現在地のやや西寄りの唐川にあった。これに林木の別の寺院が吸収された。以後、学園寺は千寿観音を本尊とする北院と薬師如来を本尊とする南院に分かれることになる。鎌倉時代には死後佐々木氏の保護を得て栄えた。また、 学園寺とは山を隔てて、南西側に位置する出雲大社との関係も深まった。稲佐の浜を極楽浄土の入り口とみなす信仰が発生し、これが出雲大社の発展と重なり、古代秩序の崩壊と中世への移行も相まって、神仏集合の形をとった両者の密接な関係が発展し、後に出雲大社の別当時を務めるまでに、その関係は深まった。 弁慶は二平元年末恵に生まれ、十八歳から三年間、学園寺にて修行したとされる。その後、姫路の書者山縁教寺、比叡山と移り、さらに源義経の家来となり、義経に従い国内を転戦したが、壇の裏の戦いで、平家を滅ぼした後再び学園寺に身を寄せ、この際多くの伝説、遺品を残した。特に、弁慶が、 大仙寺から一夜で釣り金を運んだとの伝説は、広く世に知られ、その際に持ち帰ったとされる受英2年の命のある、道償は国の重要文化財に指定されている。南北朝時代には、学園寺の北院と南院は、それぞれが北朝、南朝を支持して対立した。現行2年、後醍醐天皇が沖に流された際、南院の来現代史が御所に施行し、 神筆の願文を賜った。この願文は現存し、重要文化財に指定されている。来元は、五代後醍醐の浮き脱を助け、南朝に忠誠を尽くした。南院北院が和解したのは、上和三年のことで、これを機に寺は唐川から別所に移り、北院の千樹観音と南院の薬師如来を共に、本尊として安置することになった。戦国時代には、出雲においても、 天虎氏と毛利氏の間に激しい戦いが繰り広げられたが、毛利氏による出雲信仰時には、学園児の和多房坂芸が一貫して、毛利氏を支持し、毛利氏の勝利後学園児は、毛利氏の保護を受けることとなった。今に残る根本堂は、この毛利氏時代に建立されたものである。16世紀後半から17世紀初頭にかけて、 出雲大社では、おつむ神事が衰え、また祭神が、スサノオの命から、大国主神に変更されたことから、神仏集合を通じて深い関係を持つ学園児は、出雲大社との関係を見直すこととなり、その勢力は衰えを見せた。学園児の勢力は、戦国期以降隊長となり、現在では、根本堂、座王堂が、王子の賑わいを忍ばせるのみである。 弁慶とのつながりから催されるイベント時計台の紅葉が美しく色づくことから毎週一時に庭へを取り戻す。2005年9月4日、重要文化財4件を含む6件13点の所蔵品が盗難被害にあった。被害に遭い、所在が不明となっている指定文化財は以下の通りである。ありがとうございます。